と夏祭り恋したうは、あの本当に、あの本当にごめんなさい、なんか私ラムネのシーンはまだいいと思うんですけど、射的のシーンはこうアイドルの MV としていかがなものなのだろうかと思いました。皆さんはきっといやさすが瞳みたいな、いやめっちゃおもろいって言ってくれると思うんですけど、初めて見た人はびっくりしちゃう、あれ何この子ってでもあれ監督にも、いやなんか本当に高松さん射的ガチだったみたいな、表情ガチだったねみたいな、よかったよって言われてありがとうございますって感じのね、そう高2コンビがね同じチームだったんですよ。あれ声がついてたら本当にやばいと思いますよそうよかった、好きって言ってくれて、本当にみんなはさ本当にいい人だよね、優しいよね、ありがとう、みんなが応援してくれて嬉しいよ。もう全然大声だったよあの時、てかラムネの時の方が大声だったかも、なんなら